コーネリアス・ジャコブス・バン・スティーンウィックは植民地時代のアメリカの政治家。1668年から1672年までと1682年から1684年にニューヨーク市長を務めた。コーネラス・スティーンウィック、コーネリアス・スティーンウィック、ファン・スティーンウィックという綴りもある。ブロンクス区のスティーンウィック通りは彼にちなんで命名された。 1676年時点では、ニューホランドでオランダ西インド会社の損害賠償請求書の管理者として働き、アカディアをオランダの支配下に置こうと企てたが、ボストンから来た3隻のイギリス軍艦により、ペンタグエコーで妨害された。アカディアにおけるオランダの植民地請求は1678年に内命編の和訳によって退けられた。スティーンウィックは、 ニューヨークで最も裕福な人間の一人であった。1686年7月20日の財産目録は14ページ、金額で4382に及んだ。その時の借金のリストは16ページに及び1588であった。ありがとうございます。